はい、どうもチェス。今回は、高純子の教則本の一人完結型合議フレーズレシピから、ベーシックテクニック002をやりたいと思います。お願いします。ということで、オルタネートピッキング、まずもうピックを持って弾くっていうのがいつもやらないんで、もうそこで難しかったですね。でダウンピッキングを交互にやる。でこの階段の、これなんかあのコウジュンさんの動画見ると、基礎トレウォーミングアップみたいな感じでこれやった方が指の広がりというかフィンガリングが良くなるみたいな話をコウジュンさんがしていたのを見たことがあったんで、結構練習で自分でもやってはいたんですけど、基本的にフィンガーピッキングでいつも弾いてたんで、このピックを持って弾くっていうのが結構今回難しかったですね。ベーシックテクニックで基本的なところなはずなんですけど、結構この階段で弾くフレーズでピッキングしながらっていうのが結構練習になりました。でメトロノームの音を表で合わせながら弾いてるは弾いてるんですけど、結局最後の速く階段のこの動きするところでちょっとテンポずれちゃうような感じは自分でもしてたんで、ちょっとまたそのテンポも合わせつつ落ち着いて弾けるようになっていければなと思いました。ありがとうございます。